ベンソンは第二次世界大戦でのアメリカ海軍のベンソン旧駆逐艦の一隻。艦名はウィリアム・シェパード・ベンソン大将にちなむ。ベンソンは1938年5月16日にマサチューセッツ州クインシー・フォア・リバー造船で寄港し、1939年11月15日にベンソン大将の未亡人の立ち会いを伴い浸水した。 1940年7月25日に収益。1955年2月26日に中華民国海軍に引き渡し落葉と改名。1975年に退役。ベンソンはボストン海軍造船所に到着した後、1940年8月22日にボストンを出発し、ニューポート、ロードアイランド、及びバージニア州ヨークタウンを経由して、 キューバのグアントナモ湾に向かい、試験公開を行う。ベンソンは9月3日にチェサピーク湾に向かって出港し、バージニア州クアンティコとワシントン DC への訪問後13日にノーホークを出発し、フランス領ギアナのカイエンヌへと進み、21日に到着した。ベンソンは10月6日にカイエンヌを出発し、プエルトリコのサンファンを経由して、ニューヨーク海軍造船所に進み、 そこで11月中旬までオーバーホールを受けた。11月18日、ベンソンはニューヨークの港から出て中立的パトロールを開始し、翌年の春までベンソンの主な任務となった。この期間のハイライトは1941年3月にバハマへ向かうフランクリン D ・ルーズベルト大統領を乗せた USS ポトマックを護衛したことだった。5月下旬、ベンソンは USS テキサスの巡航を支援した。この頃ドイツの戦艦ビスマルクは5月21日に出航しイギリスの護送船団を狙ってデンマーク海峡に向かった。ウィンストン・チャーチル首相はビスマルクの出撃を知るとルイズベルト大統領にアメリカ海軍にビスマルクの捜索を依頼した。テキサスと指揮下の官邸は5月27日に イギリス海軍がビスマルクを沈没させるまで海域を捜索した。その後まもなく、ベンソンは新しい任務の準備をするためにボストン海軍造船所に戻った。ベンソンは6月28日にアイスランドに海兵隊員を派遣するために編成されていたタスクフォース19に加わった。タスクフォース19は7月1日にニューファンドランドのアルジャンティアを出発し、 7月7日の夕方に、レイキャビクに到着した。ボストンに戻った後、ベンソンはすぐに給油し、メイン州ポー,ートランド沖での演習のために、キャスコベーに移動しました。ベンソンは9月からは、ボストンとアイスランド間の護送船団において7、か月間の護衛任務を務めた。1942年3月末に、ベンソンは北アイルランドのロンドンデリー港まで、船団の護衛任務を務め、 そして5月上旬にボストンに戻った。ベンソンはその後秋までイギリス、バミューダ、パナマまでの戦団護衛任務に就いた。秋以降はフランス領北アフリカへの進攻作戦である統治作戦に参加することになり、戦艦マサチューセッツと共に陸上砲撃演習に参加することになった。10月19日の夜明け前の中で演習のために、 レイン州のカスコ湾へ向かう途中、ベンソンは駆逐艦トリップと衝突した。この事故によりベンソンはニューヨーク造船所において修理を受けることになり、統治作戦には参加できなかった。修理後ベンソンは北、大西洋と地中海において、護送護衛任務を再開した。1943年7月にベンソンはシチリア島上陸作戦に参加した。 ベンソンは7月6日にアルジェリアのオランからタスクグループ80.2の一隻として出航し NCS-1 護衛隊をシチリア島のジェラの上陸地点まで護衛した。ベンソンは7月9日から10日の夜明けの数時間前に到着し、その後2日間は数軸国軍の航空機の襲撃を撃退するために止まった。11日、ベンソンは 数軸国軍の爆撃を受け、資金団により18名が負傷した。翌日、彼女は攻撃貨物輸送艦ベテルギウスをアルジェに連れて行き18日に到着した。8月24日、ベンソンは TF-81 に参加し、イタリア本土上陸作戦が行われるまで、地中海でのさらなる巡視及び護衛任務を続けた。九月九日の夜明け、連合軍は、 されるノの浜辺に上陸した。9月11日、ベンソンはドルニエドゥ217爆撃機の誘導爆弾、フリッツ X による攻撃で大破した軽巡洋艦ソバンナをマルタまで護衛した。ベンソンはすぐにされるのに戻り、対空防御支援に再び加わり、9月19日の朝には FW190 戦闘爆撃機を撃墜した。イタリアで陸上作戦を支援しながら、 彼女は多数の陸上砲撃任務や戦団護衛任務を行った。10月2日、ベンソンは墜落したイギリス空軍のウェリントン爆撃機の生存者を救助した。1944年1月末にベンソンはモロッコのカサブランカを出港し、輸送戦団ガスマイナス28をニューヨークまで護衛した。その後ニューヨークでの点検と東海岸での訓練の後、 ベンソンは4月20日に輸送船団 TG27.4 に加わり、5月1日にオランに到着した。その後9日に輸送船団アグスマイナス40でジブラルタルに向かった。2日後、ベンソンは約30機のドイツ軍機による攻撃から船団を守り、2機の1088爆撃機を撃墜した。その後数ヶ月間、ベンソンは地中海において、 輸送船団の護衛を務めた。1944年8月中旬、ベンソンは TG80.6 に加わり、南フランスへの進攻に参加した。トゥーロン近くのでの巡視任務中、駆逐艦はサンデモ港のを封鎖した。ベンソンはまた、サンデモの砲撃中のフランス巡洋艦モンカルムを呼び、ジャンヌ・ダルクを支援した。1945年1月上旬、彼女は、 イタリアのリボルノに進出し、そこを攻撃しようとしていたドイツ軍を砲撃した。この任務の間、ベンソンはドイツの E ボート、またはイタリアのマスボートのいずれかの攻撃を受けた。その後、ピエトラ・リングレの敵の造船所を砲撃しているフランスの巡洋艦ジョルジュ・レイグを護衛した。1945年1月下旬にベンソンは2月中にメンテナンスや訓練のために 米国に戻った。ベンソンは太平洋艦隊に加わるために5月12日にパナマ運河を通過し、29日に真珠湾に到着した。ベンソンはハワイで1ヶ月以上過ごした後、6月14日に空母レキシントン、カウペンス、及びハンコックの護衛に加わり、米区島攻撃に加わった。それから艦隊はフィリピンのレーテ経由でウルシに到着した。 8月15日まで、ベンソンは、漆と沖縄の間で、護送任務と紹介任務を遂行した。ベンソンは1945年9月2日と3日に、横浜に上陸した占領軍の援護を務めた。日本の降伏後2ヶ月の間に、駆逐艦は、フィリピンと東京湾の間で5つの異なる輸送船団を護衛した。12月6日にベンソンは、不活発化のために、 米国に戻ると、チャールストン海軍ヤードに係留された。ベンソンは1946年3月18日に、そこで退役され、予備官となった。1954年2月26日に、ベンソンは中華民国政府に譲渡され、1970年代半ばに、落葉として中華民国海軍に編入された。1975年に、アメリカの駆逐艦、 タウシグと交換され、艦名と艦番号もそれぞれ襲名された。ベンソンは第二次世界大戦で4つのバトルスターを獲得した。ありがとうございます。